どうも、スケコムです。チャンネル登録、よろしくお願いします。今日はマウスコンピューターが販売するゲーミング PC、G21MB をお借りしたのでご紹介します。このコンパクトな感じ、動画から伝わってますか？最近はでかいデスクトップばっかり触ってたので、マイクロ ATX 規格の小さなケースは可愛く見えてきます。主なパーツ構成はこんな感じ。このモデルは無線 LAN と Bluetooth を標準搭載していて、有線をつなげられない方にもおすすめなモデルです。通常価格は送料と消費税込みで19,080円ですが、この動画を作っている時点ではセール価格で販売中。HMB は人気モデルということもあって、マウスコンピューターのセールにたびたび登場しています。販売価格は変動するものなので、最新情報は公式サイトでチェックしてくださいね。いやいや、今時第10世代の CPU なの？と気になる方もいますよね。これから検証結果をご覧いただきますが、先に結論をお伝えしておくと、第10世代と第11世代でフレームレートにほとんど差は出ません。まずはフル HD 解像度でフォートナイトをプレイ。最高画質と低画質、それぞれの平均フレームレートはこんな感じ。低画質のレンダリングモードはダイレクト X11 で、3D 解像度だけ 100% に設定して試した結果です。戦闘中じゃなければ300を超えることもありますし、240Hz のゲーミングモニターを使用しているなら十分な性能じゃないでしょうか。レンダリングモードをパフォーマンスに変えてみると、平均フレームレートは300を超えます。フレームレートを240でガチガチに固定したい。みたいな方はパフォーマンスモードでプレイした方が良さそうですね。そこまでこだわらないなら、ダイレクト X11 の低画質で十分快適にプレイできますよ。Apex Legends も最高画質と低画質、それぞれ試してみた結果がこちら。低画質はもうちょっと伸びてほしいのが本音ですが、RTX 3060ではこんなもんでしょう。平均144以上は出せるので、私みたいなカジュアルゼイにとっては十分な性能です。もっと高いフレームレートを求めるなら、もっと強いグラボを選んでくださいという話ですね。グラフィックの重いタルコフは最高画質で70くらいのフレームレートでした。マップの位置でかなり変動しますけどね。がっつりやり込むなら画質を落としてプレイした方がいいです。バロラントはめちゃめちゃグラフィックが軽いですが、最高画質で平均フレームレートは200にちょっと届かず、240前後で安定させたいなら、少し画質を落とした方がいいですね。レインボー 6CG も軽いですよね。最高画質で300近くまでフレームレートが伸びました。ここからはレイトレーシングに対応したゲームのフレームレートをチェックした結果をご紹介します。コールオブデューティーはレイトレーシングがオンの状態で70前後、オフにすると140くらいまで伸びました。レイとレオンでも一応それなりに動かせるといった感じです。マルチプレイをがっつりやり込むなら、多少画質を落とした方が良さそう。バイオハザードビレッジもレイとレオンで70前後、オフにすると100くらいでした。シングルプレイのゲームですからね、60以上で安定していれば問題ありません。グラフィックがバキバキに重たいウォッチドッグスレディオンはレイとレオンだと40前後まで落ちます。一応40以上をキープできていれば、そんなにカクつきは感じません。サイバーパンクも同じようにレイとレオンではフレームレートが落ちます。何度も同じことを言ってますけど、サイバーパンクみたいにグラフィックの重いゲームをレイとレオンの最高画質でヌルヌル動かすには、RTX 3060はちょっとパワー不足です。続いて VR ヘッドマウントディスプレイの Oculus Quest 2をつないで、VR ゲームを快適に動かせるか試してみました。グラフィックが重たいハーフライフアリックスは最高画質でもフレームレートが72からほとんど落ちることなくプレイできました。場面によってはちょっと落ち込むかもしれませんけどね、おおむね快適です。ビートセイバーはグラフィックが軽いので、最高設定で何の問題もなくサクサクです。ゲームによって多少画質の調整が必要になるかもですが、VR ゲームも快適に遊べます。ここからは Twitch で動画配信を試した結果をご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用しました。Apex Legends を 1080p、60fps の設定で配信と録画を試したところ、ゲームは普通に動かせてたんですが、録画データを確認するとたまにカクついています。
ブラボのエンコードが追いつかず、配信動画のフレームレートが落ち込んでいるんだと思います。OBS の出力解像度を 1080p から 720p に落とすと安定して配信できました。高画質かつ 1080p での配信にこだわるなら、もう少しスペックの高いゲーミング PC が欲しいですね。参考までにフェイスリグを使用してアバターを表示させながら配信を試してみました。おおむねスムーズに配信できてましたが、画面によっては音声だけが流れて、コマ送りみたいな状態になっちゃいました。やっぱり出力解像度は 1080p から落とした方がいいです。設定を工夫すれば配信はできますけど、画質や解像度は妥協が必要ですね。ということで今回はマウスコンピューターが販売するゲーミング PC G11MB で色々遊んでみました。つい先日、第11世代の Core i7 と RTX 3060 を搭載したゲーミング PC を買って動画でもレビューしたんですけど、フレームレートの差はビビたるものでした。グラボやメモリのメーカーとか色々違いはありますけどね。フレームレートの変動が激しいゲームだと、今回の方がスコア出ちゃってたりしますし、気づいた方もいるかもしれませんが、言ってるセリフもほとんど変わってないんですよね。手抜きじゃないですよ。Ryzen の3000番台と5000番台はがっつり差が出ますけどね。Intel の第10世代と第11世代はちょっぴりフレームレートに差が出る程度。性能がそんなに変わらないなら、安く買える第10世代の方がお得じゃないですか？いやいや、せっかく買うならやっぱり一番新しいやつじゃないと。という方は多少高くても最新世代の CPU を搭載したモデルを選べばいいと思います。RTX 3060 を搭載したゲーミング PC をちょっとでもお得に買いたい。みたいな方にとって、Intel の第10世代搭載モデルはなかなかおすすめです。ブログにもベンチマーク結果などを詳しくまとめているので、合わせてご覧いただくとよりわかりやすいです。概要欄に URL があります。では今回の動画はこれで以上です。ちょっとでも参考になったらチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。